ロシア本当に厳しいのか。はい。この辺の議論が出てきました。まあ、これは僕は本番組、やっぱ地政学番組なんで、ロシアの話は定期的にやっぱ触れていくんですけど、いくつか最近のやっぱ出てきた中で、いろんな、論点が出てきたっていうところをちょっと皆さんにご紹介して、ちょっと考えていきたいというふうに思ってるんですよ。おそらく1月、2月、多分これ1月終わってですね、2月の真ん中ぐらいにですね、まあ、2月、まあ、3月、まあ、2月ですね、大体。言われてる時期はですね、今、ロシアが、反攻をしてくるんじゃないかという準状備して況るが、という話ですそうね。なんですよ。はい。で、秋10月ぐらいに、動員しましたよね、30万人新しく。動員すると。まあ、一応あれ、単なる、まあ、リクルートということで、総動員ではないんですけど、相当予備役とかをこう、戻すというか、ああいう形で、ロシアがこれから、まあ、部分動員、やり始めるということが、で、これからもしかしたら、ロシアこれから来るんじゃないかっていうのが、エコノミストと、フォーリンポリシーとかで、結構、大手の、おっていうところから、ロシアこれからやっぱり来るぜっていう。で、すでに15、その秋に動員した15万人分は先にもうすでに戦場に今出てるんですけど、あとの15万人結構来るね、がっちり来て。で、10月から動員してなんで、大体2ヶ月とか3ヶ月、訓練にかかるわけです。で、そっから戦場に投入してくるんですけど、その残りの15万がこれから入ってくるんじゃないかって今言われてて。そうで実際すにね。ロシア国内で見てる諜報機関とかはやっぱりすでに情報を得てて、あ、これ来るぞということになってるらしいんですよね。なんですけど、まあそういう状況を踏まえると、もしかしたら戦況が少し変わってくるかもしれない。今、ほら、ウクライナも、南部とかで、東部の方でも、ドンバスの方でもやってますけど、まあ今、意硬外と直今、状態になりましたそうなね。んですよ。小最終的には。康、走行状態というか、そうです止まっね。てますよね。で、そうすると、動きがこれから出てくるってことになると、いくつかの論点が出てくるんじゃないかということで、僕はちょっとここに今、ご紹介させていただきました。まあ、ロシア軍の反抗はあるのかないのかっていうのは、これから多分議論になると。そうで、朝日新聞に載っていた、秋元さんというルーシーですね。イギリスの元 NHK の方なんですけど、ルーシーといって、ロイヤル・ユナイテッド・サブ・インスティ・インステッド、イギリスのその海軍が元になったんですね。世界最古のシンクタンクあるけど、まあ、そこの日本特別代表という方がいらっしゃいまして、で、その方が、今、議論してたものの中でですね、いや、逆に、ウクライナ南部行くんじゃないかということを言っておりました。はい。という、そうですね。メガネのおかげ。あの方南部が。に行くんじゃないかと。そうです。南部に行くんじゃないかというあ、だ集から、中。で、それを牽制するため、いや、それを牽制するために、ロシアは今、北部の、まさにキーウとか、そっちの方をミなサるイほどルね。で、撃っててっていうことじゃないですか。今、まあ、後でありますけどね、ベラルーシといろいろ交渉して、ベラルーシ軍が、キーウを狙う動きをね、あ、そうロですシね。アと一緒にするんじゃないかという話をして、うちに南をやるんじゃないかという話ですよね。そうなんですよね。ということですね。なので、それは2番目のそのウクライナ軍南部で攻勢かけられるのかで、あいつは2点目。で、3点目なんですけど、ここがやっぱり前からいろんな人が言ってるんですけど、実態があんま見えてこないですよね。ロシア経済、制裁で本当に打撃を受けてるのかっていうと、微妙なんですよ、これが。これは、やっぱり、国民がド S 体質に慣れてるというか、国ド民ド M S というでかす。ね。そう、じゃあ、プーチドンか S じゃら、ないです。そう、だから、ド M なんですよ。大陸国家っていうのは、何があっても、まあまあ耐えられるっていう感じなんですよね。食い物がなりかまろうすね。が、ウォッカがない以外は、まあまあ耐えられますよという感じ、まあ、じゃないかなという、普通、民主主義国家だとあれ無理でしょう。やっぱり。だからもう今もうですよ iPhone とね。かああいうの買えないわけですからね。そうですね。そうですね。そうです。だからそういうという意味では。部分もあるので、打撃を受けてるのか、これはちょっとさらなる、これも本当にまだ、もう少ししないと実態が見えてこないっていう部分あるのかなっていう。で、4番目が、8月で、これは秋元さんの先ほどの話です。8月でロシア軍の戦闘能力が尽きるって言ってるんですよ。いや、これは僕はどうかなとはちょっと思うんですよ。まだまだやっぱりロシア国内で、武器生産、弾薬の生産もまだまだできてる部分もあるんで、精密誘導兵器とかその PGM 的なそのハイテクなものはなかなか難しいんですけど、まだまだ普通の大砲の弾みたいなものは残ってるとは見られてますので、この辺はちょっと、まあ、わからんなという。僕は、まだまだ続くんじゃないか。
多分ある程度昇降状態にして、うん、で、それでどんどんそのフリーズした状態を長く続くっていうところかなっていうふうに僕は思ってます。はい。はい、なので、まあ、続くでしょうね、これからやはり、長期的にっていう。そうですね。はい、まあ、ということ一番のロシア軍の犯行はあるかないのかっていう話の中ではですね、まあ、一応今言われてるのが、ルカシェンコはもともと、まあ、ベラルーシですね。ベラルーシ、まあ、ウクライナの北側にある国で、はいはい、ロシアと隣同士、うん、で、そこにルカシェンコはプーチンのおかげで政権を取ったんですよ。選挙に介入してくれたおかげで。だから借りがあるわけですよね。で、さらに、はいはいはい、そのベラルーシを使って人手目をさせようとしてるんじゃないかという話があって、で、はいはいはい、で、ただ、ルカシェンコも、今現在、国民から、プーチンの真似をしてんじゃねえよと。俺たち苦労するじゃないかってことで、反体制運動もあるんですよね。なので、ルカシェンコ自体も強い、基盤じゃないんですよね。はい。ところが、そんな中、プーチン批判をしてた、ウラジミール・マケイっていう外務大臣。これがですね、クリスマスの休止したんですよね。この間ね、これちょっと写真をちょっとすいません、出していただけますけど。はい、これ。ちょっと、怖そうな顔のしてる人だなと思ってたんですまあ、プーチン批判をしてたんですよね。ベラルーシのね、外務大臣ですけどね。はい、この人は、まあ、休止してですね、死因は出てないんですよ。死因がわからない。外務大臣ですよ。64歳の外務大臣で、2012年以来ってことなんで、うん、もう10年間、ラブロフか、マケイかってぐらいですよね、本当に。だから、もうはい、ずっと、なんか、ルカシェンコの右腕ぐらいの人だったんですよ。はい、ああ、そうですね、確かに。はい。これが、まあ、プーチン批判をしてた分もあったんですけど、原因不明で死んだと。窓から落ちたっていう例だ。そう、だから、原因不明で死んだ以上は、ルカシェンコはプーチンの言うことを聞くしかないんじゃないかなっていうね。これね、うん、これは、まあ、まさにこの生活様式の話ではないんですけど、先ほど言いましたね。はい、その国の、はい。やっぱり、こういう独裁系、権威主義系の国になると、はい、まあ、要人がこういうミステリアスな死に方をして、しかも死因が不明になるっていう世界がいいのかどうかって話です、ね。はい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 。で、そうですね、僕はそういう世界にしたくないんで、やっぱりロシアの傘下になるのは良くないなと思うわけですよ。中国の傘下にもなりたくないなと。外務大臣が死んでね、原因がわかんないっていうね。本当に。はい。いやいやいや、本当嫌だな、そういう世界はっていうことですよね。はい。なので、まあ、論点としてこういくつか出てきたんですけど。じゃあちょっと。まあ、とにかく、そうです、はい。ウクライナ戦争、これから、まあ、まあ、まあ、やっぱり一番大事になってくるのは、これ、反転攻勢があるのかどうかっていうところで、はい、はい。ロシアがどれだけウクライナ側の戦力を潰すことができてるかっていうところが、やっぱり一つの焦点になってくるのかっていう。はい。はい、ロシアのね、はい、はい。戦力、どれだけウクライナが潰せてるのかっていうところが、まあ、これから鍵になってくる。まあ、やっぱりでも長期戦しかないですよね、はい。はい。そうですね。ということでございます。はい。こちら真ん中にあります通り、米中二十年戦争に備えようのパート8、パート7が出た直後からですね、はいはい、プーチンがですね、はい、追っ始めましてですね、で台湾危機もありましたし、安倍元首相が銃撃されるということもありましたし、ね、エリザベス女王をね、はい、崩御するということもありましたので、うん、もうまさに冬時代の、いや、すごい危機が、はい。どん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 、ボラティリティが上がっておりますので、はい、ピンチがあるということはチャンスもありますんでね。そうですね。はい。はい。主にこれ、8つぐらいの、はい、項目に分けて、喋、うん、ってるんですけど、うん、宮下山の話もしておりますし、はい、まあ、ロシア・ウクライナ戦争の、はい、そうですね、話、はい、それとかですね、まあ、安倍晋三元首相が、どういう功績を残したのかとか、まあ、その辺もですね、はい、まあ、いろいろ深掘りした内容のことをですね、はい、展望したものをまとめてみましたので、はいはい、米中戦争はね、半導体戦争ですよという内容もありますし、はいはい、特別編で、奥山さんがね、ルトワックから学んだことなんかを、はい、ルトワックの話はすごい、ルトワック理論をですね、はい、まあ、ちょっと応用、ま、僕がちょっと応用して、はい、ルトワックのやり方を使ってみたらこう見えるよっていう話もありますね、はい、ぜひ、はい、よかったら勉強したいなという人は聞いていただけたら、ぜひぜひ。